はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。デンマークの首都コペンハーゲン在住の千春です。少し前からサムネイルの方にこのマークを登場しだしたと思うんですけれども、これはマーカスがいきなり送ってきて、日本とデンマークの国旗を合わせてこういうマーク作ったよ、サムネイルに使ったらいいんじゃないって言ってきました。マーカスの可愛いエピソードです。そしてデンマークでは、最近まで異常気象や言うて、デンマークでも30度超えたりとかすごい暑かったんですけれども、今週に入ってからは急に気温も下がりだして、今ではだいたい最高気温が20度ぐらいで、かなり肌寒くなってます。なので T シャツっていう T シャツだけで出かけるっていうのはもうほとんどなさそうなので、まあ、今から来られる方がいれば、まあ、だいたいこういう長袖の羽織とか長袖をジャケットとかを多めに持ってくるといいかなと思います。まあ、こんな感じで、本日は何のお話かというと、私がデンマークに実際持ってきて、あ、よかったわって思ったものと、これいらんかったわって思ったやつと、持ってこなくてなんで持ってこんかってんって思ったやつを、紹介していきたいと思います。そして2つ目、傘以外の雨具です。これはデンマーク雨が多いって言うんですけれども、私は普通に折りたたみ傘を持ってきてたんですね。でもこっち来たのがまあ2月で、まあ、まだまだ寒い冬の時期やったんですけれども、雨が降ると風も漏れなくついてきて、大体がすごいもう嵐のように風強い雨バンバン降るみたいな感じだったんですけれども、傘はさせないんですね、その風が強すぎて。私結構頑丈な東急ハンズで買った折れにくいみたいな傘を持ってきたんですけれども、もうそれでももう両手でも支えきれないぐらいの強風が吹き荒れるので、傘は結構使ってられない時が多いんですね。でデンマークの人はどうしてるかっていうと、傘を使ってる人っていうのはまあほとんどいなくって、まあ、大体が私のような移民だったりとかで、もうデンマーク人っていうのはほとんどの人がレインジャケットとかレインコートとかを着てます。で私が役に立ったのがこのレインジャケットと、でこれがオーストラリアで登山した時にたまたま買った、これ多分風よけがメインやと思うんですけれども、まあ、ちょっと水を通さないような素材のズボンも買いました。でこっち来ても10回以上はもう履くぐらい大活躍してる。雨の日には、普通の服を着て、もうその上からこのこれめっちゃでかいから、どんなズボン履いてても上から履けるのね。でウエストもバチバチゴムやし、普通の服着て上からこのズボンを履いて、でレインブーツを履いて、で最後にこのレインジャケットを着て出ていくっていう感じで行動してます、雨の日に。でもこのレインパンツは、まあ、言うて普通のズボンタイプなので、まあ、私が学校通ってた時だと、まあ、これ履いて行って学校でびちゃびちゃやからこれ脱いで、でまた授業終わってこれ教室で履いてっていう、ちょっとまあ面倒くさいんですね。まあ、デンマークだと普通のこういうセパレートタイプよりも、日本でいうカッパみたいな感じのタイプの方がまあメジャーかなっていう感じはして、結構いろんなとこで売ってるので、まあそれは日本で買ってきてもいいし、まあこっちで買ってもいいかなとは思うんですけれども、まあ何かしらこういう雨の日に出かけられるようなものっていうのを傘以外にも持ってきた方が絶対いいです。傘だけだと本当に外出れないっていうか、もうびっちゃびちゃなるんでやめた方がいいです。そして3つ目は、これは冬の時期来られる方限定なんですけれども、冬の時の格好はもう本当に肌を全く出さない服装をちゃんと考えてきた方がいいです。っていうのもオーストラリアに住んでた時、オーストラリアもちゃんと四季があるから冬もあったんですね。もう本当にダウンジャケットいるぐらいの冬もあるんですけれども、
でもそれでも、まあ、そこまでそのデンマークとか日本ほど寒くはならないから、まあ、普通にちょっと足首が出てるとか、まあ、ちょっと首が出てるとかそういう格好もあったんですけれども、デンマーク来てそういう格好したら本当死にかけたんですね、寒すぎて。で特に自転車乗ってたらもう足首取れたかなって思うぐらいめっちゃ寒かったんですね。まあ、なのでそれから学んで、私は冬に出かけるときは、まあ、基本長ズボンでブーツ、ほんでから上の服着て膝下まで隠れるようなロングのダウンジャケットと、で首元はマフラーで覆いかぶせて、であと大事なのが帽子なんですけれども、なんか人の体温ってこう頭から出ていくらしいんですね。だからデンマークの冬に来られた方は多分気づいたと思うんですけれども、結構な人があのニット帽ビーニーとかをかぶってるんですね。かなり高い確率でいろんな人がかぶってるんですけれども、まあ、それはそういう意味があるのかなっていう思いまして、で特にあの風も強いので、その飛ばされないようなそういうビーニーとかの方がいいんじゃないかと思ってました。なので私が2月に来たぐらいの時はまあこんな感じの格好をずっとしてました。本当に肌出すともう耐えられないぐらい寒いので、最低でもあの、まあ、60、80、100デニールのタイツとか、まあ、そういうのも持ってきた方が便利かなと思います。あと忘れがちなのが手袋ですね。手袋も、もう手袋ないと本当に手が凍るぐらい寒かったので、必ず手袋、マフラー、帽子でロングのジャケット、ダウンジャケットはあった方がいいと思います。そして4つ目、花粉症の薬です。で私は花粉症持ちで、まあ、日本にいる時なんかはもう朝起きたら目が開けられないぐらいなんかジュクジュクしてたりとか、もう一日中鼻垂らしながら過ごしてたりっていうぐらい、まあ、ひどい花粉症持ちなんですけれども、オーストラリアはまあそこまで日本ほどひどくはなかったんですね。でデンマークもそんなあんまり花粉症のことなんて考えずに来たんですけれども、4、5、6月頃にもうひどい時期があって、もう日本よりひどいんじゃないかっていうぐらい症状が出て、日本から一応持ってきてたんですけれども、点鼻薬もして点眼もして、で飲み薬も毎日飲んでて、日本でそれしてたらほとんど症状が出なかったんですね、一番ひどい時期でも。でもデンマークでもちゃんとそれをやってたのに、もう鼻ズルズルでくしゃみ止まらなくてっていう時期があったので、まあ、ちょっと日本のその花粉症の薬と違うのかもしれないんですけれども、まあ、花粉症持ちで4、5、6、まあ、春頃にこちらに来られる方は持ってきてた方が安心かなと思います。私の場合はその飲み薬が切れてしまって、でもそれって処方箋がないとゲットできなかったんですね。でまあマーカスに頼んで、まあ、どうにかこうにか、まあ、これをゲットしたんですけれども、まあ、一応これが私が日本で飲んでる薬と同じような感じらしいんで、まあ、こういう飲み薬と、で私がこれも日本で使ってたやつと全く一緒の点鼻薬はこっちでまあゲットできたんですけれども、まあ、これも大量に持ってきてた方が安心かなと思いました。であと今はないんですけれども、点眼薬っていうのが、私日本にいた時はコンタクトレンズをしたまま使える点眼薬っていうのをずっと使ってたんですね、あの処方箋のやつで。でオーストラリアに行った時も聞いたら、コンタクトをしたまま使える点眼薬はないって言われたし、デンマークでもそんなものはないって言われたんですね。だからまだ日本だけというか、まああんまり世界ではメジャーじゃないのかなと感じたんですけれども、まあ、そのコンタクトをしたまま使える点眼を大量に持ってきた方が良かったなと思います。であとあのさっき言ったデンマークでも買えるんですけれども、やっぱり値段も全然日本の方が安かったので、日本で買って持ってきた方がいいと思いました。そして5つ目、化粧水です。ノーマルの動画とかでもちょっと触れたんですけれども、まあ、こっちのヨーロッパの方っていうのはその化粧水を使う文化っていうのがあんまりないそうで、街中でもそんなに多くは売られてないんですね。でその中でも私が見つけたのが、まずこのシリーズ、ちょっとなんて読むかわかんないんですけども、このシリーズだとこの色と、あとはピンク色とか、まあ、2、3種類かな、このトーナーって書いてる化粧水っていうのがノーマルとかで売ってました。
で、これ私が紹介したやつなんですけれども、無印良品のやつで、最初来た時にこれを買ってたんですね。でも最近これ売ってなくって、無印にもちょくちょく行くんですけれども、多分ここ 2,3 ヶ月ぐらいは売ってないんですね。で、多分ですけれども、無印良品で売ってたけど、まあ、こっちの人があんまり使わないから売れなくって、もう売らないようになったのかなと勝手に想像してて、だからもう手に入らないんですね、このリフィルが。まあ、なので今からデンマークに来られる方がいれば、まあ、自分が普段使ってる化粧水だったりとか、まあ、安くて大容量のものとかがあれば、まあ、ちょっと持ってこれるだけ多めに持ってきた方がいいかなと思います。続きまして6つ目は洗濯ネットです。まず私の洗濯事情っていうのは、あの動画見てもらえばわかると思うんですけれども、まあ、マシンが業務用なのかちょっとわかんないんですけれども、一回その洗濯した時に普通に破れたんですね、 T シャツとか、まあ、そんなあの使い古してボロボロでもない、まあまあ新しめのやつとかが普通に破れたんですね、っていうのもあって、であとその大人数で使う洗濯機だから、まあ、ちょっと潔癖寄りの私は、まあ、下着とかは最低ネットに入れて洗いたいなっていう感じなんですけれども、でこっちのそのノーマルとかにもその洗濯ネットっていうのが売ってたんですね。だ売ってるやんこっちにもと思って買ってみたら、これ靴下一足だけ入れるんですかっていうサイズとかしかなくて、多分一番大きくてもこのぐらいのサイズで、 T シャツ1枚入れたらもう終わりやっていうなんかサイズしかなかったんですね。で私買ったはいいものの、 あの使うことなく今引き出しの中に眠っているんですけれども、で唯一私がその満足いく洗濯ネットが売ってたのはまた無印良品で、まあ、無印だと結構この生地も分厚めで、どっちからでも締めれるっていうダブルチャック、裏でも表でも締めれるっていうダブルチャックのものが売ってました。でこれもまあ小さめのやつを私は買っただけなんですけれども、無印良品にはもっと大きいサイズのものも売ってたので、まあ、近くに無印があるコペンハーゲンに住まれる方だったら、まあ、持ってこなくていいかもしれないんですけれども、まあ、そうじゃない方だったりとか、まあ、日本だったらあの100均でいいのいっぱい買えるので、100均とかのちゃんとした大きめの洗濯ネットを、まあ、私の場合は 3,4 枚持ってきてたら、安心かなと思います。そして7つ目はフックです。でこれは私あの無印良品でどんだけ無印の回し物みたいになってるんですけど、無印も大好きでよく行くんですね。日本にいた時から行ってたんですけれども、これはあのトラベルフックっていうんですかね、名前こういう感じでまとめられて、使う時に開けてこう使えるっていうフックなんですけれども、こんな感じ。デンマークもあの漏れなくフックっていうのはほとんどないんですね。まあ、ちゃんとしたレストランとか行くと、まあ、その背広をかけれるフックだったりとかはあるので、まあ、そこにかけたりはするんですけれども、大体のレストランとか多分飲食店カフェっていうのはフックなんてものはもうほとんどないので、こっちの人は大体まあ床に直接カバンを置いたりってされるんですね。でも私としてはもうその食べくずやなんや落ちてる床に自分のカバンを置きたくないので、カフェとかに行くとこういうフックを机に引っ掛けてカバンを引っ掛けてっていう感じで使ってます。であと語学学校行ってたんですけれども、語学学校にもそんなフックはないから机にカバン引っ掛けてたりとか、あと一番嫌なのはトイレにフックがないこともあるんですね。デンマークは、まあ、オーストラリアよりかはマシなトイレでフックがあるとこもあるんですけれども、まあ、中にはそのフックが一切なくてカバンをかけれなくてどうやって用を足せばいいねんっていう場所もあったので、まあ、そういうとこはもうドアノブとかに引っ掛けてカバンを床に置かなくていいようにっていうので、すごいこれは毎日使ってるというか、毎日使うカバンに引っ掛けていつも常備してます。いつでも使えるように。
そして8つ目、文房具です。これはですね、まあ、私もともと文房具が大好きっていうのもあってすごい品揃えを誇ってるんですけれども、まあ、こちらのデンマークではもちろん文房具売ってるんですけども、まあ、大体がこういうダサっていうダサめの、文房具のみというのになってまして、まあ、日本のような、まあ、かわいい、まあ、例えば、まあ、こういうかわいいししかも多色ペン 3,4 色入れるみたいな多色ペンっていうのは、まあ、ほとんどないですし、私の気に入ってるこの切れ味のいいハサミみたいなのも、まあ、見たことないですし、でこういう向こう側が透けて見えるからラインが引きやすいマーカープラス細マーカーみたいなのも、あの見たことないです。まあ、文房具それは有名な話だと思うんですけれども、やっぱり文房具っていうのはもう日本が最強やなって思うので、まあ、特にあの勉強留学とかで、ね、来られるんだったら、まあ、自分の好きな文房具を一式とりあえず持ってきた方がストレスなく過ごせるかなと思います。そして9つ目、 iPad です。これはですね、オーストラリアにいた時は私はあの Mac の MacBook Pro っていう、パソコン、ノートパソコンを使ってたんですけれども、まあ、それもだいぶ古くなってバグってきたので、前のオーストラリアからデンマークに来る間の一時帰国の間に、もう早速 Apple に注文して、まあ、ギリギリ私が飛び立つ前に到着したんですね。なのでまあ、それまでタブレットなんていうものを使ったことも触ったこともなかったので、まあ、正直使い方がよくわからなかったんですけれども、まあ、まず良かったのは、まあ、オーストラリアで、まあ、1年ぐらいトータル語学学校に行ってて、でその時っていうのは普通のテキストブックをもらってたので、それを私は日本に1回こう運んで、でまたデンマークに持ってくるっていう、もうそれだけでかなり重さが取られるんですね。でスーツケースに入れたらもうそれだけで重量オーバーになるぐらいの量やったから、まあ、それを全部スキャナーでここに移して持ち運べるっていう便利と思って、であとこっちにデンマークに来てからも、ちょっと語学学校に通ったんですけれども、デンマークの私が行ってた語学学校っていうのがテキストブックがレンタルやったんですね。私はてっきりもらえるもんやと思ってたんですけれども、欲しかったら自分で受付行って、あの別料金で買わないといけないっていうシステムやって、で私からしたらいやもったいないなとも思ったから、そのレンタルで借りてたテキストブックをまた全部スキャンして全部この iPad に入れたんですね。でやったら授業ももうこれ1個持っていけば済むし、でその重いテキストブックを持ち歩かなくても済むし、で今だって私 YouTube を始めたので、もう編集から撮影からも全部 iPad でできるから、これはほんまでもここ5年の間で一番買ってよかったものナンバーワンになります。であとやっぱりデンマークっていうのは物価が高い、 25% 消費税がかかるので、まあ、そういう電化製品をデンマークで買うっていうのはかなりもったいないな、こうもったいない行為やなって思うんですね。なので、まあ、何でもかんでも電化製品をもうそろそろ買い時とか、まあそういうのがあれば絶対日本で買って持ってくる方がいいと思います。そして10個目は、逆に私は持ってきたけどもいらんかった、なんで持ってこんかったんやって、あの本当に後悔したものが